ロハー、ジャーチンこと佐野千明です。今日はナイトスキンケアをご紹介したいと思います。まずは拭き取り化粧水で顔を拭き取ります。でこのコットン1箱200円ちょいするんですけど、これマジでいい。拭き取ってる感覚、感触、食感違うな、感触がすごい気持ちいいのでこれおすすめします。これにね、ワンプッシュ、これはアマゾンで安いから買ってますでこれで拭き取る。化粧をしてた後とか化粧がちょっとついてたりするの、だからちゃんと取れないんだなって思って拭き取るようになりました。拭き取り化粧水が終わったら導入化粧水です。この前クライアントさんにおすすめされて買ったんですけど、めっちゃいいいや導入する必要なくないとか思ったんですけど、これつけるとなんか化粧水とか乳液とかが全部なんかグレードアップした感じになる、肌がもちってなるから、このぐらいを顔に塗ります。塗るときはもうこれ癖だけど、この顎のここゴリ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 ってなるぐらい塗ってます。首もね。で化粧水は今私はシャネルのなんだシャネル使ってます。あとちょっとしかないけど。で化粧水をじわー骨もね、グリ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 、ちょっと痛気持ちぐらいでやってる。化粧水終わったらオイル、ルブランユイル、フェイシャルオイルです。またコタさんが泣いてる。ここはコタツの入ってこれない領域ないね。これも首と鎖骨まで。邪魔しないなら入ってもいいよ。邪魔しないならね、ちょっと開けとくね。もうね、この時点でね、ちょっと肌が手にちょっと吸い付く感じの餅を感じてる。で終わったら。ディオールの目元乳液、目元クリームかな、を目の周りをマッサージしながら塗ります。そうクマがね、色黒くても目立つからこれで取れないかなって買いました。このね、白いくるくるがツボ押しになっててすごくいい。でこういう化粧水とかをやってる間、ゴルフボールを足でグリ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 ってやってます。で最後はベアミネラルのスキンロンニュービティ VP スリーピングジェルクリーム最後塗ります。適量取って、でこれで顔は終了で、あとはイソップのボディーバームでボディーも塗ります体も全体的に塗ります。いつもね、お風呂上がった瞬間はもう全裸でやってるんでおっとっとっと、胸とかお腹とか足とか塗ってます。今足塗ってますこのね、なんだ、何の匂いだこれ。私すごいこの匂い好きなんだけど、どの種類だろう。なんか一番柑橘感の強いやつ。何やってんのよ、一生懸命トイレのドアを開けようとしてる子たち。ちょっとお尻塗るお尻もね、
ボディクリームで保湿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 ね。でも乾燥肌だと思うので多分乾燥しちゃうからしっかり塗り込む塗り込む脇もね残ったやつだけど塗ってます。これで私のナイトスキンケアは終わりです。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではでは、グッバーイ。